はい、沖縄のすゆきです。今回紹介するのは、テックビーンという会社の小型 LED プロジェクター GPQS で、ブラックで120ルーメンの1080フル HD というタイプです。箱を開けてみるとね、入っているものは、まず順番に出していこうね。はい、電源ケーブル。電源用の AC アダプターですね。それから、AV 用の、ケーブル。はい。そして、HDMI ケーブル。はい。で、リモコンまでついてる。いいですね。それから、あれ、ちょっと待って。本体ですね。おっとっとっと。その前にマニュアルが入っております。はい。結構、まあ、なんとなく読めるような、はい。読まなくても使えちゃうような感じの製品ですね。で、ちょっとすいません。出しにくい。はい。うん。この袋の中に入っているのが本体です。ちょっとね、袋破いてます。ちょっとお待ちください。袋破いてます。破いてます。なかなか。はい。こちら。このサイズ、ちっこいっすよ。マジで。はい。で、周りを見ると、まあ、こんな感じ。横にも、あ、こちら後ろか。HDMI の穴があったり。SD カードも入るんだ。はい。うん。じゃあ、実際、部屋を暗くして撮影してみましょう。ちょっとね、部屋の中でやってるんで、試し、まあ、そんなに壁から遠く離さない感じでやっております。で、この、斜めってるのはどうやって調整するんだろう。後でしっかりマニュアルを読んでいきますが。はい。で、ここで、まあ、何を再生するかを選んで、うん。お、そうかそうか。本体から音出るんだ。はい。あ、ちなみに、現在これ、iPhone につないで、iPhone の、画面をプロジェクターに表示させております。いやいやいや、これ、iPhone 経由でこうやって出せるから、いや、すごいゲームとかもね、できるんじゃないか。今、YouTube の画面出してます。はい。さて、じゃあちょっとね、ゲーム、縦の画面だと、あ、縦はこうなるんだ。うん、なるほど。これはちょっと壁から離してもっと大きい画面でやってみたいな。うん。いいよ、やっぱりプロジェクターの画面でこうやって楽しめるっていうのはいいっすよね。うん。はい。なんか久しぶりモンスター下手くそだけど、はい。うん、こんな風に、縦画面でもプロジェクターこうやって表示させてゲームを楽しむことができます。いいね。さーてと、他はどんな感じかな？ちょっと他のものを何を表示させるか。うん、ちょっと映画系はちょっとやばいんで、はい、別の動画。やっぱ動画は、はい、こんな風にちゃんと音も出てくるからいいな。スピーカー、他のスピーカーにつなげられるかな？これもちょっと試してみたいな。うん。それでやってみて、もっといい音で聞けたら、非常に面白い作品じゃないかなと思います。はい。今回紹介したこのプロジェクター。ちょっと使ってみた感想としてはね、まあ、欠点から言うと、これ、すぐに外れて怒っちゃう。まあ、なので、なくしやすいんじゃないかなとは思うんだけど、この大きさ見てください。もうね、この大きさはもう iPhone と同じぐらい、ほとんど iPhone6 プラスぐらいかな。そしてまあ多分そんなもんで、でこの弁当箱ぐらいのサイズ、これ持ち歩くには最高でございます。そして値段も、結構、はい、お手軽な値段なので、これ外に持ち歩いて使ったりするようなプロジェクターとしては持ち運びしやすいし、そしてまあ繋がりやすいんで、割と最適なプロジェクターじゃないかと思います。よろしければこの動画の概要欄に、購入のリンク先など書いておきますので、ぜひお試しください。それではまた。あ、はい、それとチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは。